だからなんかセンターからこういきなり入っても大丈夫な論述の参考書って欲しくないですか？そうですね、欲しいです。と思って出てきたのがこれのキャンパスシリーズなんですよ。なるほど。ということは問題が難しすぎず、武田塾教務主任の中森です。中森先生の弟分、武田塾教務の高田です。高田先生、はい、今日の一冊は何ですか？今日の一冊は、はい、国公立標準問題集キャンパス現代文古典の2冊です。はい、はい、そうですね。これ国語が現代文と古典、まあ、古文漢文で2冊に分かれているという形ですけれども、はい、これは結構ね、他の科目はもう紹介してますもんね。そうですね、まあ、うん、このキャンパスシリーズ今回武田塾で多く扱われてますけど、うん、国語はどんな感じなんですかね？まあ、あの国語の国公立の対策として武田塾で採用しているのは得点ダッシュ。はい、そうですね、記述論述対策ですね。高田先生実際解いたと思うんですけど。はい、やりました。あれむずいじゃないですか。難しいです。あれは、まあ、国立の中でも割と旧帝大とかの難関大向けのものっていう感じじゃないですか。はい、うん、でそれに手を出そうとするとマーチとかの参考書がやんなきゃいけなかったりするじゃないですか。だからなんかセンターからこういきなり入っても大丈夫な論述の参考書って欲しくないですか？そうですね、欲しいです、うん、と思って出てきたのがこれのキャンパスシリーズなんですよ。なるほど。ということは問題が難しすぎず、ただその論述の問題だよっていうイメージですかね。要はこれ公立の過去問なんで、はいはいはい、扱ってる問題が、うん、でその載ってる大学とか見てもらえば分かるんですけど、まあ、大体その中堅地方国公立の、まあ、上位、まあ、宮廷とかまではいかないぐらい の、うんうん、あの上位の国公立ぐらいが中心なんですよね。はいはいはい、だからそうなると、まあ、あの、まあ、センターの後ね、例えばその現代部だったら開発講座あたりは挟んでおいてもいいかなとは思ったりはするんですけど、でもいきなり入っても、まあ、ある程度戦えるかなって思うし、難易度的にもで解説もかなり詳しいから、これ一冊で最悪国立対策はなんとかなるだろうっていう本ですね。じゃあ記述論述対策で困ってる国公立志望の皆さんにおすすめの、そうですね、国語の問題集ってことですね。はい、わかりました。今日の参考書紹介は以上です。皆さん、武田塾チャンネル登録よろしくお願いします。そして無料受験相談受付中でございます。皆様の申し込みお待ちしております。